どうもセリカです。今日はバタフライ、どれくらい沈んで泳ぐのが一番楽なのかというのをお話ししていきます。ということで、まずは私がどれくらい沈んでいるのか見ていきましょう。まあスタートの位置、だいたい私水深真ん中あたりって言えばいいのかな、だいたい1メートルいかないぐらいのところで足を置いて壁蹴ってますね。で、泳いでる時はこれより下に行くことはないですね。はい、ということで泳いでる時どうでしょうか。わかりにくいですね。まあ見る限り頭3個分ぐらいかなって感じですね。頭3個分なので、まあ大体50センチぐらいかな。まあ、目安としてはこの手を見てほしいんですけど、肘の位置がリカバリー、水をかいてる時の位置が水深だいたい20センチぐらいにあるんですよ。でそれプラス、肘から手の長さですね。まあそのあたりでだいたい体も沈みが止まってるので、まあ20センチプラス30センチぐらいで、まあ大体50センチかなと思います。そうですね、この青い横のラインですね、壁を見ていただくと、この壁に書いてある青い縦と横の十字架マークみたいなのがあるんですけど、まあそれの横線の下のラインですねぐらいまでは、私は沈んで泳いでます。まあ水深50センチで、沈みが止まってる泳ぎが私の泳ぎです。実際私はこう泳いでて、一応見本の泳ぎをしてるので結構沈んでる方です。私の体感では結構沈んでる。で他の選手とかを見てると、これは結構沈みすぎになるレベルですね。他の選手だともっと切り返しが早いんですよ。うねりの沈む浮くの切り返しがもうちょっと早いので、ここまでは沈まない。けど実際じゃあ皆さんがそれぐらい沈まない、おそらくまあ30センチぐらいかな、早い方は30センチあたりで泳いでると思うのですが、かなりレベルの高い泳ぎになると思います。それをやるには骨盤前傾後傾がまあ大前提でしっかりできて、それの切り返しも早く行わなければいけない。かつ早く行ったとしても自分のキックと手もついてこれる運動神経が必要。私でも結構難しい。そもそもなんで選手たちが浅く泳いでるかっていうと、深く潜れば潜るほど距離が長くなるの分かりますか？
バタフライはうねりの泳ぎなのでクロールとは違ってまっすぐに泳ぐことができないです。うねらないと泳ぐことができないのですが、うねりは大きくすればするほど泳ぐ距離が長くなってしまいます。なのでうねりを小さくすればするほど泳ぐ距離は短くなる。もうシンプルにそういう理由で選手たちは浅く泳いでる。それもちゃんとうねりを使って。じゃあ一般的な私たちはそういう動きができるのかって言ったら結構難しい。タイミングもつかみづらいし筋力も結構いる。なので一般的な方、選手以上を目指さない方は50センチの水深で十分だと思います。この今私が泳いでるぐらいの水深、それ以上沈んでしまうと上がるのがめちゃくちゃ大変です。なんで大変かっていうと、上がろう上がろうと思ってキック強く打とうとしてしまう。まあそれがゆえに膝が曲がってしまう人が増える。あともう一つは腕で上がろうとする。これはかなりハイテクニックです。なんでかっていうと、水を押すっていうことはそれなりの筋力とセンスが必要になってくるので、その両方がないとなかなか上がれない。もし私が深く、これ以上深く潜る、じゃあどうやって上がろうってなると体幹を使って上がろうとしますが、おそらく一般的に皆さんが考えるにはキックか手で上がろうとすると思います。それが一番簡単な考え方なので。でもそれにはかなりハイテクニックな技術が必要。でも皆さんは持ち合わせてない。腕で上がるってなるとセンスって言いましたが、センスはスカーリングですからね。スカーリングで選手レベルのスピードが出るなら全然やってもいいと思いますよ。けどなかなかそんな方はいないと思います。でそれで試行錯誤していくうちに体がどこか爆発する。じゃあ水深50センチ浮き沈みするにはどうすればいいのか。50センチだったらギリギリキックも頑張らなくていい。腕もセンスと筋力はそこまで必要ないです。あと残ってるのは何かって言ったら体幹です。水深50センチまでだったら体幹で上がれます。私の泳ぎどうですか？キックほとんど打ってないですよね。腕だって私より筋肉ある方いっぱいいます。けど私のこの腕の筋力で上がれてるってことはそこまで大変なことではないです。なぜなら体幹がちゃんと使えてるから。じゃあ体幹を使うにはどういう練習したらいいのって言ったら、
本当に基本的なこと、イルカ飛び、イルカ飛びの練習は骨盤前傾後傾、本当に基礎から見直していきましょう。陸上で骨盤前傾後傾できていますか？もう自信持ってできる、自信持って私にも陸上で見せられる、そこまで行って初めてイルカ飛びができます。ぜひ基本的なことから見直していきましょう。それではまた。